ターナー島は愛媛県松山市高浜一丁目横山の沖約150メートルに浮かぶ小島で、正式名称は四重島と言います。四重島は周囲約135メートルの火口戦力岩でできた島です。国の登録記念物の名勝地であります。正岡子規も四重島に創生する黒松を、初潮や松に波越す四重島、薫風や裸の上に松の影などの俳句に詠んでいます。夏目漱石の代表的小説坊っちゃんの中の一コマに出てくる島として有名になりました。坊っちゃんに書かれた青島のモデルになった島で、島に生えている松の形がイギリスの画家ターナーが描く松に似ていたことから、ターナー島と名付けられました。小説発表以降、ターナー島の愛称で広く親しまれています。小説の中で野太鼓が赤シャツにターナー島と呼ぼうと提案しました。坊っちゃんと一緒に船釣りに出た教頭赤シャツがターナーの絵のようだと言い、野太鼓こと野田がターナー島と呼びましょうと応じたことに由来します。ではターナー島が出てくる小説坊っちゃんの一部を抜粋し紹介します。坊っちゃん、夏目漱石。向こう側を見ると青島が浮いている。これは人の住まない島だそうだ。よく見ると石と松ばかりだ。なるほど、石と松ばかりじゃ住めっこない。赤シャツはしきりに眺望していい景色だと言っている。野田は絶景でげすと言っている。絶景だかなんだか知らないが、いい心持ちに相違ない。広々とした海の上で潮風に吹かれるのも薬だと思った。嫌に腹が減る。あの松を見たまえ。幹がまっすぐで上が傘のように開いてターナーの絵にありそうだね、と赤シャツが野田に言う。野田は、全くターナーですね。どうもあの曲がり具合ったらありませんね。ターナーそっくりですよ、と心得顔である。聞かないでも困らないことだから黙っていた。船は島を右に見てぐるりと回った。波は全くない。これで海だとは受け取りにくいほど平らだ。赤シャツのおかげで甚だ愉快だ。できることならあの島の上へ上がってみたいと思ったから。あの岩のあるところへは船はつけられないんですかと聞いてみた。つけられんこともないですが、釣りをするにはあまり岸じゃいけないですと赤シャツが異議を申し立てた。俺は黙ってた。すると野田が、どうです教頭、これからあの島をターナー島と名付けようじゃありませんか、と余計な発議をした。赤シャツは、そいつは面白い、我々はこれからそう言おうと賛成した。以上、続きは小説坊っちゃんを手に取ってご覧ください。それではまた。ご視聴ありがとうございました。